ラーマン山田さんにとってブレーキパッドとはじゃあ最後に何か、はい、先生先生止まってないです先生止まってないです ABS さん。はい、やってまいりましたウィンマックスさん総公開、なんと今回スーパーゲストをお呼びしてます。さあ行きましょう、教えてラーマン。僕大のラーマンさんファンでして、あ、何いきなり教えてラーマンだってなんかめっちゃタメ口だよね。あ、すいません、教えてラーマンさん、めっちゃタメだよねこれね。何これ、今回はなんとウィンマックスさんの総公開に僕たち来てるんですけども、はいはいはい、なんかそのブレーキパッドであったりデモ車があったりして、あのなんか簡単にラーマンさんにとってのウィンマックスの総公開、そしてウィンマックスのブレーキパッドのすごさというのをちょっと教えていただければなと思うんですけど、やっぱりそのいろんなメーカーさんがやっぱりいろんなこう、ね、個性のあるものを、そのどこがいいとか悪いとかじゃなくって、だからこういうところでやっぱりまず走らせないと分かんないことがいっぱいある、はい、で特に今回なんかはやっぱり俺だけじゃなくってね、優作とかやっぱりこうね鎌田君とか、はい、そういう人のやっぱり意見が若干違うと思うんだけど、うんうん、まあ、せっかくそうやってこう一緒にやってるウィンマックスのドライバーなので、その意見っていうのをやっぱりこうその聞くことで、はい、まあ少しでもいいものがやっぱりいろんなね、それはヤリスだろうが86だろうが GTR だろうが、うん、まあ、そういうのにやっぱりこうその、あの入っていければいいかなっていう。頼むよ、実際あるんですもんね、GR ヤリスも、うん、まあ今ちょっとないです、 GR86 も、うん、なんと今回 GTR もあるということで、うん、多種多様なマシンで開発テストみたいな、そうですね、だから GTR に関しては今回はもう本当に新たに自社製のビッグキャリパーっていうのをそれをつけてきたんで、ただただですよ、やっぱりそのビッグキャリパーになれば、うん、やっぱりそれなりのやっぱりクオリティっていうのを要求されるので、そこはちゃんとしたテストをしたいなっていうのがやっぱりあって、はいはいはい、それはもう300キロからもうフルブレーキ で、あの1トン700の車を止めなくちゃいけないんで、1トン700もあるんですね、まあ、重い車なんで、やっぱそういういろんなねレーシングカーとはまた違うんで、はい、そういう部分でね、そういうテストとデータをいろいろ繰り返すことで、まあ、今現時点でももう別に悪くないんだけど、いやそうじゃなくって、もっとやっぱりこうそのさらにいいものを、いいものをやっぱりこうデータ的に追いかけていかないとダメなので、なるほど、 そう、まあ、そういうのでね、はい、やっぱりこうそのいろんな車にいろんな、ね、ものをつけて、はい、で、まあ、開発に携わってると。あ、はい、だってあれですもんね、今回も総公開ですけど満員御礼でいろいろな車ありますよね。なんか自分スバルの色が強かったんで、はいはいはい、スバル車しかこうあんまりいる総公開にしか行ったことなかったんですけど、はいはいはい、まあ、今回もうスイフトもありますし86もヤリスも、そうですね、まあまあ、今回でこの総合会2回目なんですけど、その、まあ、いっぱい集まってもらえて嬉しいのと、であと別にその上手い人 の悪口を言うわけじゃないけど、はい、初心者の人が多く集まってくれるっていうのは、あ、まあ、そういう人たちが少しでも車がのことを好きになってくれて、やっぱりその、ね、車遊びっていうのを、はいはい、まあ、いろんなところにやっぱりこう伝えてもらえるとありがたいなと、はい、でそういう部分でやっぱり、まあ、その走る面白さだけじゃなくって、やっぱりそのなんだろう、こうやってこうイベントっぽく話を聞いたりとか、はい、見たり乗ったり、いろんな部分コンテンツがいっぱいあることで、まあ、ウィンマックス総公開っていうのを、まあ、表現したいなっていうことで、じゃあ、ラーマン山田さんにとってブレーキパッドとは、はい、じゃあ最後に何か、ブレーキパッド、はい、僕が深いですよ、これはね難しい質問しましたね、あえて難しい質問3日間ぐらいかかるから、ブレーキパッドを語らせたら3日間ぐらいかかる、すごい、それぐらい、まあ、奥が深いってことですね、いやいや、まあ簡単に言っちゃえば聞くか聞かないか、そうですね、確かにゼロか100かみたいなもんですよ、ね、コントロール性がいいかコントロール性が良くないかって、はい、やっぱりそのね、やっぱりそのいう違いになるんで、はいはい、まあ、それをねいろいろ追っかけていきたいなって、だからそのね一人の人が決めるんじゃなくって、やっぱり扱いやすさっていうのも絶対大事なんで、はいはい、ただ単に聞けばいいってもんじゃなくって、どういう風の踏み方で、どだからいろんな幅がやっぱりちょっとあって、はい、これ扱いやすいよね、はい、いい方になればいいよね、例えば競技だけのことを考えたらこってこてとんがったものを作るんだけど、それはまたそれでいいと思うけど、そうじゃなくって誰もが使えて、はい、なんとなく扱いやすいもの、あ、そういうのをこう目指していきたいなと、バランスも大事と、はい、そうですね、いや素晴らしい、すみません、お忙しいところクソ生意気で、いやいや忙しかったんだよ俺本当にすごい忙しいですよ、もうずっとあのお客さん
工場走行とか暇でしょうがなかったいやいやそんなことないです。本当ありがとうございました、はいはい、貴重なお時間をいただき、とんでもないです。またよろしくお願いいたします、はい、ありがとうございます。車の話、出張坂戸店のオーナーです。はい、2回に1回は出張してます。はい、あの我々出張舞台ですよ。そうですね、はい、え、今日はどこに来てるんですか。ひろきさんの地元、本庄にやってきました。やべえ、バレちゃう、家が自分で言ってたから、ね、言ってました、朝のブリーフィングでも言ってました。はい、というわけで、はい、本日はウィンマックスさんの参加会にお邪魔をしております。なんと今回ウィンマックスさん2回目ということで、1回目の本庄サーキット走行で、まあ、結構お客さんに評判が良くて、それを味を占めまして、なんと2回目ということで、今回、はい、ウィンマックス走行会、勝手に僕たちお邪魔しております。はい、はい、というわけで、今回はなぜお邪魔させていただいたかというと、ひろきさん、車買いました。そう、なんかね、身に覚えのないビッツあるなと思ったんですよ。はい、しかもロールバー入ってるじゃないですか、もう。はい、こちらはですね、もともとビッツのワンメイクレスだったと思うんですけど、はいはいはい、そちらの車を買ってきました、はい、私買ってきた。はい、愛知県まで行って引き取りに行ってきました。何をワールドアクミしてんのよ。はい今日はですね、ひろきさんになので FF の走らせ方を教えてください、うん、そうですね、非力な FF といえば、まあ、僕、はい、唯一ね、全日本ラリーでも二輪駆動クラスで二輪駆動で一番上に出てるの僕だけですからね、ちょっと寂しいんですけど、はい、まあ、ちょっとその前に山中さんが何かラリー出るんですか。まだ何も決まってないんです。とりあえず車買ってきたんで、ラリー出そうな雰囲気ですけどね。ラリーも出たいですけど、はい、FF の走らせ方をまず教える、はい、だって走れなかったら僕出てもらってないじゃないですか。まあ、そうですね、なんか責任重大なんでね、はい、俺がこれでなんか山中さんが遅いってなると怒られるの僕ですから、はい、しっかりやっていきたいなというふうに思います、はい、なので今日はひろきさんにドライビング診断と FF の乗り方を教わりたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、というわけでひろきさん、はい、教えてください。はい。いや、久しぶりだな、本庄サーキット。はい。楽しみだな。じゃあ、行ってみたいと思います。はい、お願いします。お願いします。お。ビッツのハッカーだっけ、これ。そうです。乗るの初めてかも。めっちゃバキバキじゃん。お願いします。お願いします。お、あ、置いてかれる。置いてかれる。それはしょうがないっすよ。引くね、めっちゃブレーキ効くやん、これ。なんか横乗ると余計効いてるのが分かりますね。そうそうそう、おー、あー、これ NA だっけ。 NA ですなんかちょっとやっぱ少しラグ感があるんですね。ここら辺で切ってなんかこういくイメージ。あ、立ち上がり重視なんですね。ラリーはそう、基本的に木さん、はい、今横乗りさせていただきましたけど、うん、車的には車的にはすごい軽いし、うん、なんか初心者にはめちゃくちゃいい、うんうん、軽いしブレーキも効くしデフもちゃんとバキバキ効いてるし、うん、なるべくなんかラリー的に言うと最短距離で常に結ぶ感じかな、こうなんてこうなんて。どっちかというと立ち上がり重視だっていう話さっきあったじゃないですか。でも今の最短距離っていう話を聞くと割とクリップに突っ込んでくるようなイメージですか。ああ、そうそう、イメージはね。でキュッて曲げて前に出すみたいな、うん、だあれでもうちょっとパワーがあったらあそこでキュッて回してすぐ縦に出せるのがいい、速かったりするんだけど、うん、ちなみにこういう車ってデフがまあ入ってるじゃないですか、うんうんうん、アクセルの踏むタイミングっていうのは普通のデフの入ってない FF 車と比べると何が違うんですか。あのね、やっぱり頭が入りやすくなる、タックインっていうんだけど、アクセルこう、そうそう、踏んでる時と踏んでない時で
頭の入り方がそこで変わるから、それを利用して姿勢を向きを変えてあげるイメージ。どっちかっていうとその立ち上がりでっていうよりも侵入でうまくこう使う感じですか。あ、そうそう、侵入でキュッて入れてあげて、そこからあの縦に出す。だからなるべくこうハンドル切ってる最中に乗せないように、乗せないようにっていうのをイメージしながら走るといいかもしれない。転がすようなイメージですか。転がすっていうよりか潰して曲げて縦に出すってイメージ。なんかもうメリハリを持って操作するイメージかな。止めるときは止めず、バン、キュッ、バン、そう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 、そういう感じですか。そう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 。本当そんな感じ。ちょっと横を乗って、今タイムも分かったので、ちょっと次の枠で、うん、やばい、出た出た出た。これで学習しましたか。学習多分できました。本当？はい。さすが世界の山中、学習スピードが速い。ということにしましょう。はい、じゃあ行ってみましょうか。はい、じゃあ次の枠で、はい、また走ってみたいと思います。ではちゃんと教えたことが生きるのか、ミスター山中。さあ、やってまいりました。いろいろ心配なことは多いですか。何が心配なんですか。え？いろいろ心配です。何が心配なんですか。ターボ入れよう、ターボ。イニシャル D みたいな話ですね。ターボ入れましょう。ターボ入れてドグミッションにしましょう。ミスター山中アイカメラ。いや、いいのよ。それいらないのよ。ミスター山中の目線で。あなたも楽しい。それで多分ね、酔っちゃうっすよ、みんな。あ、そういうこと。なるほどね。もっと広がれ。そう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 。そう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 。うわー、いいね。うわー、いい。いいね。あー、ちょっと早いんだよ。あー、ほほほー、いった。何秒？51秒、もう8。もうタイヤがきついだろ。もうタイヤがね、もうよれちゃってダメですよ。一周で終わるだろ、これ。はい、ということで、終わりましたけども、はい、どうでしたか FF。 あ、ね、難しいんですよ。まあまあまあ慣れてないよね。そう、シンプルになんかこう今まで減速して FR、 ほぼ FR しか乗ったことないんで、まあまあまあ、踏んならとりあえずこう加速してくれるっていうか、まあ曲がってくれるっていうか、それが全部その加速するのも曲げるのも何もかも全部 FF ってフロントタイヤじゃないですか。あ、まあね、なんかそれが多分僕の走り方だとすごく多分フロントタイヤにいじめてる走り方なんだろうなっていうのはなんか横で聞いてても思うし、走っててももうタイヤがすぐに垂れちゃう感じとかもあるし、一周で垂れてたからね、うん、結構横のつても G のかかり方が全然あの、うん、すげえフロントタイヤにきつい G のかかり方だから、うん、まあでもあれですよ、そんなあの俺も FR 乗るときって山でと対戦したとき以外は全然乗ってないじゃん、うん、だからでもいろいろな車乗れなきゃいけなくて、その中であの自分の中 の、 なんていうの、技術が上がっていくものもそうです。総合的に車の技術って上げないといけないから、はい、だから FF も多分乗っておいて絶対何かに生きるとは思うから、なかなかちょっとこれは手こずりそうな感じです。そんなね、いきなりね、そんな乗ってね 3,4 時間でね俺抜かれてたらもう悲しい気持ちになるんでやめてください、まあ、それ確かに、ね、そうそうそう、確かに、はい、なんでまあまああのね、いろいろまあサーキット初サーキットでしたけど、うん、まあ次もしラリー出るのであれば、まあラリーの乗り方もあるんでまた教えますよ。それはぜひ。はい、すいません。そんな感じで。はい。次は軍祭？軍祭か。軍祭、次軍祭。いいっすね。次軍祭で行く。軍祭の方がいろいろ実践的な気はしますよね。あ、まあまあまあそうね。はい、軍祭はちょっとスピードレンジ速いかもしれないけど、うん、コース幅もあるし、まああの細い道幅が細くてタイトなところもあるから。うん、まあ、そういったところで練習できればいいんじゃないですか、はい、いやでもこの車がめちゃくちゃ乗りやすくて、これは乗りやすい、マジで乗りやすい、いい車なんだなっていうのは今日よく分かりましたね。驚いた、いや、はい、なんかねすごい軽いしね、ブレーキも効くし、はい、いいんじゃないですかね、はい、いい車買ったじゃないですか。これからが楽しみです。そうですね、確かに。はい、というわけで、はい、終わりました。はい、あの坂戸に帰ってきたらめっちゃ雨降ってた。確かに、はい、今回はなんと新井さんに軍配が上がったと。イエーイ。あ、タイムの話してないんでね。あ、そうだ。あ、まあまあ今回はね、山中さんが、ね、あの生徒役で、まあ、来られたので、まあ、これで負けたら負けだと俺がめちゃくちゃ落ち込んでるんで。まあまあ
まあでも結構その乗り方が違うとか、そのタイヤの特性がとか、まあいろいろちょっと学ばせていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。たまにはたまにはね、立てよお前、やめろそういうこと次俺がそれやらなきゃいけなくなるぞ、やめろっていうことで、まあ山中さん初の FF、まあなんとか、無事にね、入学するとかに行って、はい、まあ、新しいビッツのね、ロールバーイビッツのラリーをやるのか、レースやるのか分かりませんけど、はい、うん、いやでも今日、ウィンマックスさんの参考会楽しかったですね。はい、またなんか機会あったら、あの GTR 乗りたいですね。あ、GTR 乗りたいですね、気になりましたね。めっちゃ、なんかその、新しいキャリパー入れてたんで、はい、まあちょっと機会があったら、いろいろと、あのウィンマックスさんとやっていきたいなというふうに思いますので、はい、またよろしくお願いします。はい、というわけで次回は軍祭かな。軍祭ですね、はい、軍祭行きたいですね。はい、じゃあ軍祭でそれではまたバイバイ。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。